さあ皆さん聞いてください、人生航路三十条です。今日はこれ、数珠の持ち方です。実は数珠、宗派によって形状や持ち方も違います。全部説明すると時間が足りません。今回はどの宗派にでも使える一珠でお話をさせていただきたいと思います。まず数珠は左手に持つ、読経を聞く間は左手に持って軽く座の上に置いてください。移動するときは房を下にして左手に通してください。お焼香の時は2つあります。1つ目は左手に数珠をかけたまま右手をそっと添え合掌、2つ目は合わせた両手に数珠を通し親指で軽く押さえて合掌です。どっちを選んでも問題はありません。正しいマナーを守ることはなくなった方を偲ぶことに通じます。